はい、どうも皆さん、やってまいりました、モリチンです。今回もね、モンスターハンターダブルクロスの動画撮っていこうと思います。今回ですね、前回のね装備の、ベルダーガンランスがレベル4から5に多分上がったのかな、多分1段階ぐらい強化したような気がします。でね、前回と同じ装備でいきたいんですけれども、今回ですねブレイブ、コメントでもあったんですけれども、コメントね読んだんですけれども、ブレイブがやばいよっていうのを聞いて使ってみたんですね。やばかったです。めっちゃやばいです。ブレイブ多分今後一択だと多分僕は今後ブレイブしか使わないと思います。ガンランスでは本当にめちゃめちゃ強くてですね、一応ね砲撃メインで行きたい気持ちでもあるんだけど、なるべくその砲撃も入れつつの、ゲージね、ヒートゲージがちゃんと赤になったら斬撃メインでっていう感じでね、そこはね変えずに行こうかなと思いますが、これはねすごいなと。ブレイブガードしなくてもいいんだもんね、ほとんどね。そこがすごくいいなと。で、今日はですね星さんに上がるための緊急クエストが出ております。鉄かぶらってやつなんだけど、一応ねさっき見てきました。まだ倒してはいないんだけど、一回様子見てこようと思って。やっぱブレイブは立ち回り分かってないとなかなかきついところあると思うので、一応見てはきました。なのでね、どうなるかわからないんですが、頑張ってやっていこうと思います。レッツゴー。一応ですね、ブレイブガンランスの立ち回りとか、あとはブレイブゲージの溜め方あるじゃないですか。やっぱその早く溜めるにはみたいなね、ああいう攻撃等々はねちゃんと勉強してきたので、それをまずはどんどん当ててブレイブゲージをまず溜めていきたいなと思っております。で、鉄かぶらは3番にいるみたいなんでね、ちゃっちゃか行こうかなと。先ほどはですね、もう本当にねちょっとねぐだっちゃって見てきてそのまま取ろうかなと思ったんだけど、ぐだっちゃったんでね、このまま頑張ってやっていこうと思います。鉄かぶら、さあ行こうか。よいしょよいしょ、オッケー。で、ここでよいしょ。で、これでどんどん溜めていくよ。来い、かかってこい、かかってきやがれ。よし、オッケー。ただちょっとここだと あかんな。これで待てよ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 。うわ、なんだ、うわ、そのそれもあんまりでも覚えてはいないんだな。一応見てきたっちゃ見てきたんだけど、よいしょ、ゴール。よっしゃ、来たぜ、溜まったぜ。うわこのさ、なんつうのかな、この鉄かぶらの岩を使ったさ、時間差攻撃チックな、これがねちょっと苦手なんだよな。何ここめっちゃ光ってるんだけど、大丈夫これ。いてててててて、あ、くそ、うわ、今あれやろうと思ったのに、やばい、死ぬ、絶対死ぬ。ああ、さあ帰ってきたぞ。ペイントボールね、最近ねすごい当てるの忘れちゃうんだけどさ、というかまああれだ、本家しばらくぶりになったんでね、すぐ忘れちゃうんだけど、これはしっかり当てていかないとやっぱダメだね。で、ちょっとこいつの動きちゃんと見てって、お、いいよ、よいしょ。さあちょっとしっかり見ていって、これでもさ、ブレイブのやっぱいなししたいよね、今のとこね。今のとこいなしやった方がいいな。おお、マジか、今すり抜けてったんだけど、これ大丈夫ですか。よいしょ、 OK。こういうのはいなしていこう、いなして、あ、そう、いなしたかったのにくっそ、いなしたかったのに。オッケー、今偶然いなしできた。今偶然の産物今のはよいしょ、ブレイブゲージ溜めていくよ、溜めていくよ、溜めていくよ。よし、ここで溜まる、食らいやがれ、いくぞ。よっしゃ、これで溜まりやがったぜよーし、こっからだ、僕の本気はこっからだよ。潜るの、何してくんの。あれ、逃げた、あー逃げた、逃げてるわ、7番だわ。マジかよこいつわけわかんねえ、なんか今まで戦ったってどの敵ともなんかこう形容しがたいというか、いなしで、これでどんどんいなしていこうか。どん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 、よいしょ、オッケー。で、ここでフルバドン、当たってないなこれな今の絶対当たってないな。なるべくねフルバをね決めていきたいんだけど、で、これがドンときていなしていくと、はい、よいしょ、ここでフルバは大丈夫、いける、よいしょ、あー、オッケー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 、いいよ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 、いい感じいい感じいい感じ、いいよいいよいいよ、それなら大丈夫。で、ここでいなす、よいしょ、オッケー、よーしよしよし、いなしていく。で、ここでドンドン、あ、違う、これ違う、あ、今ガードした、今うまかった、今めっちゃうまかった。はあ、耐震がないからきつい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 、ドンドンドン、よいしょ、どうよこれ、うお、いいね、あ、やばい、しまった、オーバーヒートしちゃった、あー、やっちゃったこれ、これやっちゃいけ、一番やっちゃダメなことだよこれ、今のダメだよ。これがさ、すごいよね、この何このクルンっていうさ、やつがほんとすごいと思うわ、これがかっこよすぎる。あ、ででででで、
これでガードできるんだもんな。それがすごいよな。でここからのフルバにつなげていく。オッケーですよ。オッケーだけど切られて下がってきた。とりあえず研ごうかな。うん、この隙を使って研ぎます。やっぱりね、砥石高速化が本当に欲しい。めちゃめちゃ欲しいんだけど、一応その砲撃メインでっても考えたんだけど、ちょっと待って、今研いでんじゃん、今研いでんじゃん、邪魔しないで。あ、すぐ逃げるねこいつね。何なの、すぐ逃げるな。おじけづいてはいないね。うん、おじけづいてはいないな。これブレイブ、ブレイブさ、解除できるタイミングをさ任意に指定できたらいいのに。あいや、こういうのだよね。方向とかさ、いつもフロンティアだとさ全然大丈夫だからさ、なんか違うなみたいな。よいしょ、よし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 、いよいよ。あー、くそ、これわけわかんねえ。どうなってんだ、どうなってんだ、わけわかんねえこいつの動き。なんかさ、すぐ逃げない。なんでなんですぐ逃げるんだろう。また7番に行くのかな。違う、2番だ。今度は 2番まで行くのか。2番に行くやつっていたんだな。すぐ逃げるな。何なんだろう。とりあえずフルバどんどん当ててブレイブじゃねえ、ヒートゲージで貯めていきたいね。あ、でブレイブもちょっとあかんのか。よいしょよいしょよいしょ。でこれをやりーののこれでドンからの、よいしょよいしょ、はい、オッケー。ぐるんと来て、ここからのフルバドン、オッケー。でそしてここでグンドン、オッケー。ここで固定しておく。よし、おお、ぽいんじゃない、今の戦い方ぽくない。今の結構ぽいでしょ。よし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 、4番な。オッケーオッケーオッケー。今の流れすげえよかった。多分これ赤で止まってるんだよね。流撃砲やると止まるっぽいんだけど、でもオーバーヒートして、あ、多分これあれなんだよね、オーバーヒートしてるから熱が下がらない、冷めるっていう、なんか一応仕様らしいじゃん。だからそう、一応そういう感じなのかなとか勝手に思ってんだけど、待って、これできない、打てなかった今。なんでだ。ドン、で逆でここからはついていく、どんどんついていくよ。待って、あー、しまった、こっからついていきたいんだ。ほらほらほら、弱ってる弱ってる。でも逃げるんでしょ、これはもう逃がしとこうか。破山流撃砲打ちたかったな。どっち逃げる、7番かな。7でしょ、これ7でしょ。結構地面モリモリ削ってくんだねこいつね。破山流撃ここで当てられるかな。行っちゃおうか、やってみようか、やってみよう。ジュン、あー、ドーン。ダメだな、そこダメなのか。よいしょ、行くぞ。ドーン、くっそ、今のダメか。お、今のすげえよかった、今のドンドンドン、よいしょ、うわ、危ね、怖い、今のめっちゃ怖い、マジやばいんだけど。ダックくー、いやー、奇跡の連続だった今、正直。なんだ、何度も何度も奇跡の連続。いやー、すげえな。鉄かぶらでももうちょっと頑張れば、普通になんかこういなしながらこうキンキンパシュンシュンみたいな感じでできそうだわ。頑張ろう。いるんじゃないの、寝てねえのかよ、寝てないんかい。寝てるもんだと勝手に思ってたわ今。ちょっと待って、ちょっと待てよ。ブレイブゲージ今溜めてるから、ちょっとたまなちょっと待ってな。クソったれ、クソ野郎だー。揺れる、分かってるんだ。お前が揺らすことは分かってるんだ。よいしょ、食らいやがれ、フルバーストでドーン。まだ終わりじゃないのか、まだ終わりじゃないか。でここで、よいしょ、オッケー。何分だった、結構でもかかるな。まあ死んじゃったしね。いやー、でもまあ初討伐はまあこんな感じでいいんじゃないですかね。ということでありがとうございました。一応ですね、なんだろう、連携とかもね勉強していきたいなと思うんだけど、まあ要するにだからまあほとんど最初はね、ブレイブゲージの貯めるやつとかでね、どんどんこう砲撃とかも決めつつ、どんどんヒートゲージ上げていって、最後はもう斬撃とかでね、いつものね、あの防御の構えのスタイルでやっていきたい気持ちはいるんだけど、でそれで あれをやりつつ、ゲージ減ってきたら流撃砲とかも打ってどんどんみたいな感じでいきたいかな。やっぱね、これね、なんだろう、明らかに必要な段数というか、これ減ってるんだよね。いや、これかっこいい、これがここでガードできるのすごいよね。ここ
これここにあるんだもんね、ガードの判定が。これすごいよな。よいしょ、これかっこいい。いやーいいな、かっこいいなブレイブ楽しいです、すごく楽しいです。いや今後もね使っていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。ということでこれで村クエの、ね、星3が解放されるということでね。いやまあまあまあ、でも緊急クエストにしてはいい難易度、うん、緊急クエストの難易度かなと思いますね。まあ明らかに集会所の星1の方が強いんだけどよーし、オッケーオッケーオッケー。あでね、音も連れてってないのはなんとなく竹がね向こうに行くのが嫌なだけなんで、あのお供はじゃあ今後はちゃんとでも連れていこうと思いますよ。慣れてないモンスターだとやっぱりねタゲ持ってかれると、あのブレイブなかなかねなんめんどくさかったりするので、ガンランさんやっぱ距離取られると嫌なんだよね。でこれで村長が来るよね。よっしゃー、あ待って、これまさか、あベルナチケット来た、ベルナチケット、やったこれめっちゃ欲しかったんだ、ここでもらえるのか、やった来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 た。でこれでちょっとモンスターいろいろ見たいな。これ見て、星3はニューどんどん出てるね、テーブルマナーも来てるし、いろいろいるな、いろいろいるなウルクスっすか、ハプルボッカー、あなんか何ドスバッカーを2頭とかあるじゃん。大名、あ大名いいね、ガード性能のやつとかもね作りたいと思ってるし、まあとりあえずどんどんちょっとねさっさと上位に上がりたいんだよね。上位に上がってなんとかしたいので、ということで今回はこんな感じでありがとうございました。ブレイブガンランス今後も頑張って使っていきますのでよろしく、生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく、次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。